ウィリアム・スタンレー・ジェボンズは、イギリスの経済学者、論理学者。彼は、彼の著書、経済学理論の中で、最終の公用による価値理論を詳しく説明した。ジェボンズの著作は、オーストリアのカール・メンガーとスイスのレオン・ワールラスによる同様の発見を通して、経済思想の歴史における新しい時代の始まりを刻印した。貨幣や 景気循環に対する分析も著名で、景気循環と太陽国点の関係を示した太陽国点説が特に有名である。ジェボンズは1835年リバプールで生まれた。彼の父、トーマス・ジェボンズは強い科学的好奇心を持った人物であり、法律的、経済的主題に関する文筆家で鉄の商人であった。彼の母はリバプールの銀行家、 ウィリアム・ロスコーの娘であった。15歳の時、彼はユニバーシティ・カレッジ・スクールへ行くためにロンドンへ送られた。思想家としての重要な業績を上げることが自分に可能であるという信念の形成がこの時すでに現れている。そして彼の経歴におけるさらに危機的な時期において、この革新が彼の行為を決心させる決定的要因となった。彼は 科学と植物学を好み、大学で2年を費やした後、1853年の末に彼が予期しなかったオーストラリアの新しい造幣局の資金館の仕事の提示を受けた。英国を去るという考えは好ましいものではなかったが、1847年に起こった彼の父の会社の失敗の結果、金銭的理由が極めて重要となったことから、彼はその職を引き受けた。 彼は1854年6月、ロンドンでの自然科学の研究を中止し、シドニーで資金館として働いたが、そこで経済学への関心を持つようになった。1859年の秋にイギリスへ帰ると、再び学生として、ユニバーシティカレッジロンドンの大学に入り、やがてロンドン大学の文学学士、文学修士へと進んだ。1862年には、 価値の限界公用理論の概略を述べた経済学の一般的数学理論を1863年には金の価値における深刻な下落を出版した。彼によれば生産物の追加的単位が消費者に与える公用や価値は消費者がすでに得た生産物の単位の量と逆の相関関係があるとのことだった。この頃の彼の主たる注目は道徳科学に向けられたが、 彼の自然科学に対する関心が枯渇したわけでは決してなかった。彼の生涯を通じて彼は科学的主題や彼の主たる論理学の著作である科学の権利の成功に大きく貢献した物理学への深い知識に関する時折の論文を書き続けた。文学修士号を取って間もなく彼はマンチェスターのオーエンズ大学で講師の地位を得た。彼は 石炭問題の中で英国の石炭供給が徐々に枯渇しつつあることへの注意を促し、それによって公的認知を得た。論理学と科学的手法に関する彼の最も重要な著作は彼の科学の法則、これと並んで経済学理論及び労働関係の状態である。百六十六年に彼はオーエンズ大学における論理学、心理学、 道徳哲学の教授及び古武ン記念経済学教授に選任された。翌年彼はハリエット・アン・テイラーと結婚。彼女の父はマンチェスター級品委員の創立者であり所有者であった。1872年に王立協会のフェローに選出された。その後彼は不健康と不眠に大いに苦しみ、あまりに広範囲の主題をカバーしている講義が とても煩わずらしいと気づいた。1876年に彼は、オーエンズ大学の教授職とユニバーシティカレッジ、ロンドンの経済学の教授職との交換に喜んで、応じた。旅行と音楽が彼の人生での主なレクリエーションだった。しかし、彼の病は続き、抑うつに苦しんだ。彼は、教授職をますます退屈に感じ、著作活動のプレッシャーが彼に、 余分のエネルギーを残さないことに気づき、1880年に職を辞すことを決心した。1882年8月13日、彼はヘースティングスの近くで水浴中に溺死した。彼の生涯を通じて、彼は献身と勤勉を持って、彼の言う理想像を追求し、彼の日誌と手紙は、気質の気高い実直さと目的の揺るぎない正直さを表している。 彼は多作の文筆家であり、彼が死去する頃には、論理学者と経済学者のいずれにおいても、英国で一流の地位を築いていた。アルフレッド・マーシャルは、彼の経済学に関する著作について、リカードを除けば、おそらく過去100年になされた他のどれよりも、建設的な力を持つことが見出されるだろうと述べた。彼が死去する頃、彼は、 少なくとも彼が以前に試みたものと同じくらい重要と見込まれる経済学の著作に取り組んでいた。彼の人生をあまりに早く断った事故によって論理学と経済学が被った損失はどのように誇張しても足りないであろう。ジェボンズは彼の経歴のかなり早い時期において経済学と論理学に対する彼の最も特徴的かつ独創的な貢献の本質となる 学説に到達した。彼の経済学の一般理論の基調となったこの公用理論は1860年には実際に手紙の中で公式化されており、類似者の,の代替についての彼の論理法則の方がは1861年に書かれた他の手紙の中で提起した哲学とは物事の類似性をただ単に指摘することを意味するだけだ。 ということがわかるだろうという考え方に見出される。先に言及した紅用理論、すなわちある商品の紅用の度合いは、利用可能な商品の量についての連続的な数学的関数であるという理論は、そこに暗示される経済学は本質的に数学的な科学であるという学説とともに、1862年に英国学術協会のために書かれた、 経済学の一般的数学理論での論文においてより明瞭な形で採用された。この論文は1862年にも4年後にジャーナル・オブ・ザ・スタティスティカル・ソサイティに出版された時にも多くの関心を引きつけたようには見えない。その状況は彼が自身の学説を完全に発展した形で送り出した経済学理論が現れる1871年まで続いた。 その出版後はそうではなかった。彼は初期の文筆家、特にアントワール・オー・ニュース・タンクールノート、ヘルマン・ハインリッヒ・ゴッセン等によって行われた経済学への数学の適用に精通した。公業理論は1870年頃からいくつかの同じような系列上で、オーストリアのカール・メンワー、スイスのレオン・ワール・ラスによって、 独立に発展した。交換における価値と最終の功用との間の関係の発見に関しては優先権は五線にある。しかし、このことがその原理を彼が新たに発見し、これによって最終的にその原理を認知させたことによって彼が英国経済学に与えた貢献の重要性を決して損なうものではない。ルフしている見方では彼の反応の中には 彼は時々、正当な資格なしに自説を述べたというものがある。例えば、経済学理論の初めに書かれた宣言、価値は公用に完全に依存するか、は、誤解を招いた。しかし、協調点のいくらかの誇張は、無関心な世間の注意を引きつけようと努める、文筆家には許容されるかもしれない。経済学を作り変えようとする新古典主義革命が、開始された。 プリンシプルズオブエコノミックス、1905ジェボンズが最初に一般的認知を得たのは経済科学の基礎データを扱う理論家としてではなく実際的な経済問題に関する優れた文筆家としてであった。1863年の金の価値における深刻な下落及び1865年の石炭問題は彼を応用経済学及び統計学に関する 文筆家として前方のランクに置いた。これにより彼は、たとえ経済学理論を表さなかったとしても、19世紀の主要な経済学者の一人として記憶されたであろう。彼の経済学の著作で特に挙げるべきものとしては、大衆的な形式で書かれ、理論的というよりは、記述的だが、その論法において素晴らしく新鮮かつ独創的で、示唆に富む。 貨幣と交換機構、経済学入門、労働関係の状態、そして彼の死後に出版された2冊の著作、すなわち彼の生涯を通して別々に現れた論文を含む社会的改革の方法と通貨と金融の研究がある。特に通貨と金融の研究は経済強行と太陽国点との関係に関する興味深い推測を含んでおり、 太陽国天設として知られることとなる。彼は死の直前まで経済学に関する大規模な論文の準備に携わっており、目次を作り上げ、いくつかの章と章の一部を完成させていた。これらの断片は1905年に経済学原理、社会の工業機構に関する論文の断片、およびその他の論文というタイトルで出版された。ジェボンズの論理学での出版は、 経済学での出版と足並みを揃えて行われた。1864年に彼は純粋論理学、または量とは別の質の論理学と表題が付けられた小冊子を出版した。これはブールの論理体系に基づいていたが、彼がその体系の誤った数学的予想意とみなしたものには縛られなかった。これに続く数年間、彼は1870年に、 王立協会の前に展示された論理機会の組み立てに相当な関心を払ったが、その意味はいかなる与えられた前提のセットからでも推論可能な結論が機械的に得られるというものだった。1866年、彼がすべての推論の大きく普遍的な原理とみなしたものが彼にわかり始めた。そして1869年に、 彼はこの基本的学説の公害を類似ものの代用という表題の下で出版した。彼はその原理をある事柄の真実は、それと同様な事柄の真実という最も単純な形式で示し、その様々な適用を詳細に解き表した。翌年に出版された論理学の初等授業は、間もなく英文で最も広く読まれる論理学の初等教科書となった。 その間に、彼は、多くのより重要な論理学の論文を書き、それらは1874年に、科学の法則という表題で出版された。この著作の中で彼は、純粋論理学と、類似物の,の代用における彼の初期の著作の内容を、具体化した。彼はまた、機能法が単に演劇法の逆の仕様である、という見方を表明し、発展させた。彼は明快なやり方で、 外然性についての一般理論、そして外然性と機能法との間の関係を取り扱った。彼の自然科学に関する様々な知識はしばしば非常に細部にわたって計画された具体的で科学的な実例によって彼が終始論理学の学説の抽象的な特性を和らげることができるようにした。彼の機能法についての一般理論は ウィリアム・ヒューエルによって述べられ、ジョン・スチュアート・ミルによって批判された理論の復活であった。しかし、それは新しい形式に表され、ヒューウェルが反論に対して無防備な説明を行った本質的でない付属物のいくつかには縛られなかった。全体としての著作は19世紀の英国に出現した論理学の学説として最も有名な貢献の一つであった。 主に学生が使用するための練習と問題を含む彼の演疫論理学の研究は1880年に出版された。1877年から数年、彼はミルに関するいくつかの記事を現代の評論に寄稿した。それらはその後の記事で補足するつもりであり、やがてはミルの哲学への批判として一冊の本に出版するつもりであった。 これらの記事と他の一点は、彼の死後、彼の初期の論理学の論文と共に、純粋論理学、及びその他の商品と、表題が付けられた本の中で再出版された。見るへの批判は、独創的な多くのもの、そして力強い多くのものを含んでいるが、外して、それらは、彼の他の著作ほどの意気に達しているとは見なされていない。 彼の力強さは批評家としてではなく、独創的思想家としての力にある。彼は、論理学者、経済学者、統計学者としての建設的な著作によって、記憶されるであろう。ありがとうございます。